よし、続けてやります、やります。イバゴーゴーです。と言ってもなんだよな、何のアイデアもね浮かばないんだよな。ないことはないんだけど、あ、なんだろうな、なんだろうな、ここで、ここじゃねえな、これをね、こっちにやっちゃって、で、あー、いや、まずいな、これはまずいな、いや、待てよ、ここ、あ、待て、待てってできないの、この子、あ、止まれか、止まらない、で、止まる？あ、止まらない。あ、止まらないか。あ、でもいいや。止まらなくても俺が死ぬから。まずここで死ぬ。で、あー、こっち来ちゃう？じゃ、ダメだな。なんだろうな。なんかあんじゃないかと思うんだけどな。ここに何かある？これもちょっと違うか。そうだな。なーにかな。あんまり考えない方がいいかな。来ないか。とりあえずやっちゃっ、これやっちゃっていいのかな。で、この後なんかもうちょっとやりそうな感じなんだよな。こっちには何にもない。あ、ちょっと、あ、待てよ。あ、そうそうそう。ここにさ、これダメかな。これ、あれ？爆弾を、あれにまずぶつけてから、なんだろう、アイデアがね、ある。ようなことは言ったけど、なんか確実なものじゃないんだよな。とりあえず行こうか。で、やっちゃって、で、呼んで、やっつけて、破壊して、ここまで、ここから違うとな、きついんだよな。これこっちどうしても来ないかな。爆弾が落ちる。あー、これ壊せないかな。ここでゲートを作っても、意味がないんだよな。イメージとしてはでもこうで、まあ、追わせる感じがいいんじゃないかと思うんだよね。だから、こう。よし。追ってきた。で、そうしたら、こっちに回って、こうだ。へへへ。やったぜ。ざまあ見やがれ。で、ワンちゃん対応も、一個っていうか対応策がね、あるんですよ。
まあこんな感じで、連射すると後ろに引いちゃうんで、連射をしないで単発打ちでやっていくっていう方法もあるんですけれども、まあうまくいかないと、まあ今みたいな感じで死ぬと、まあ、距離的に後ろ下がっちゃっても全然いいのかな。うんうん、これだね。今どうやってやったんだ。結構うまくいった時めでてえんだけど、これはめでてえんだけど、自分がどうやってやったかとかさ、ちょっと自分でもわからなくなっちゃうこと結構あるんだよね。特に格ゲーとかのコンボとかやってると、こう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 、あ、この技全部つながったぞ、あれ俺どうやってやったんだっけっていうこと結構あるんだよね。覚えてられないんだよね。1、2、こう、よし、俺は止まらねえからよ、よし、オッケー、こう、あら、とどめだ。はい、で、ここかな、こう、まあ、これどんどん打っちゃっていいね、多分。うん、前段っていうか15、6発前段打ち尽くさなければ今みたいに引かないので、もしかしたらそういうのも必要になってくるかもしれない。全部打つと進まない、うまくいかなくなるっていうのが、まあ、このゲームありえるかな。あ、わざわざああいう動きにさせてくるってことはある気はするんだよな。あ、ちょっと、いつも怖いんだよな、これ。これ何のレバーなんだろうな。いまだによく分かってないけど。Hello. Hello. Come on. Okay. よし、行こう。Come on. Okay. で、ここで待たせよう。待ってて。Okay. ということは、この爆弾は、Hello. Hello. Come on.爆弾は何のための爆弾だったんだろう。ダミーかな。まあ、その可能性もあるよね。3つ持ってるし、まあ、特にバグもね起こらなかったんで、このまま持ち帰りましょう。爆弾もね、従業員43人、よし、いい感じだね。計何人作ったんだっけ。9人いて、2人助けたのかな。そうだね、2人で、次のエリアが4人、5人いるのか。5人か、相当厳しそうかな。なるほどね、セクション3への鍵、結局松明のことを言ってるんだね、あのレバーは。まあ、セーブポイントはね、がっつりセーブで、まあいいとして、一応見はするけど、これ意味あんのかな。鳥がどこにいるのかも大事になってくるよね。まあ彼はここに置いておけばまあいいでしょう。スリッグになる必要があると。なんだあの3番って。回数制限？はい。ああ、使わなければ大丈夫。うわー、マジか。それは分かんなかった。ちゃんと見ればよかった。あのエレベーターが降りてくるのは分かったんだけど、足見えてた？スリックの。見せてみ、俺にそのおみやし。いや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 、いないいないいないじゃんいないじゃんいないじゃん。汚いゲームだね。あれ、
追ってこない。マジか。追ってこないのは予想外。あー間に合わない。追ってこない？いや、ありえないでしょう。ここまでは追わせないとまずいよね。まあ、あとは爆弾使…いや、無理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 。危ない危ない危ない。こっちの方がいいか？これダメだな。こう。で、追わせる。あ、いける？いける？あどうなんだろう？これ正しいのかな？まあ、いっか。はい。あ、迷いした。こいつ、何なんだろうな。なぜ急に出てくる必要があるんだ？まあ、気をつけてやった方がいいよね。あそこでそのスリックがさらに出現する理由はよくわかんない。で、まあ、とりあえず、呼ぶだけ呼びましょう。ハロー、ハロー、カモン、オッケー。カモン、オッケー。このゲームわかんねえからな。一網打尽にされる可能性もあるか。一番危なくないとこに寄せとこう。何かあって追っかけられた時のためにね。ハロー、ハロー、カモン、オッケー。登れないんだっけ？登るつもりはないらしい。じゃあいいや。待ってて。オッケー。ハロー、ハロー、カモン、オッケー。よし。カモン、オッケー。よし、じゃあここで待たせましょうか。何？ 5 人いるんだよね。5人いて、今3人助けられるんだから、これでいいか。あなんだっけ、シュリクール。あー、こういうことなんだ。いや、だからさ、説明ないじゃんって。説明をくれ、もう一歩。で、まあ、そうなってくると、なんだこれ。あ、鍵が開いたと。まあ、それはいい。まあ、それはそれとして。で、おいおいおい、危ねえ。どうする？変身するか。行くぞ。こりゃすげえや。で乗れる？乗っ取れる？乗っ取りはできる。でで、4人これ、万が一さ、スリックのコスプレをさせてるとかないよね。窓観族に。数が足りない気がするんだけど。おかしくないか、これ。4人、あ、5人いたからいいのか。大丈夫か、うん、さすがに邪推しすぎだったかな。いや、ありえそうで怖いんだよね。これ、まあさすがに、ダメか、一回こっきりか。42人、あと30人、あと30人、頑張ろう。旧大点を目指そう。ね、小学生だと100点取っても当たり前みたいな時代だったけど、まあ、よくよく考えるとさ、小学生の時でさえ100点俺あんま取ってなかったからな。小6ぐらいになってくるとちょっと勉強難しくてさ、あんまそういうのもうまく
なかった気がするな。もう中学生になったら70点、そう、中学生ぐらいだよな、70点くらい取ればいいじゃないっていう感じにさ、なったのが。一旦区切ろっかな。よし、行こうか。いや、でも38人でしょ、残りが。調子はいいんじゃないのかな、かなり。あとでもどれくらいパートかかるかな。1パートで、まあ1人しか助けられなかったら、あと38パート。さすがに2人は助けられるでしょう。と思うから、まあ、そうすると、19パート。まあ、ぼちぼち、ありえるかな。まあでもこのセクションの感じを見るといっぺんに 3,4 人は救えそう。おい、まただよ。いっぺんにね 3,4 人救えそうだから、もうちょっと早い、早くにできんのかなとは思うけど、まあ先のことはあまり考えずいきます。いっぱいな。 1,2,3,4 あ、10人か。なるほど。と言ったものの、これは普通にね、読んでくる。しまった、爆弾な、落としちゃうんだよな。持ってない方がいいかもしれない。ちょっと待てよ、これ何すると怒るんだ。これ爆弾、いや、どうすんだこれ。あ、これやっちゃっていいのかな。どこなったの今。あ、これがこうなるのか。で、そうね、これ爆弾なかったらどうすんだ。やべ、先にこっち行くのか。そうだね、だからここ乗っ取れなくなるんだよね多分。あ、これバグっていうか、これダメな気がするな。あー、でももっと先進んでいけば大丈夫かな。戻っ、うん、てかエイブ君ってさ、これ全員助けたらどうすんだろう。彼はどうやって逃げおぼせるんだろうね。ちょっとその辺も心配なんだけど。まあ、気にせず行きましょう。あー、多分こいつじゃないんだよな。どこだ？ここ、こっちかな？うん。で、こうだな、まず。で、こいつらを多分一網打尽にする感じでいいんじゃないのかな。で、で、こう。もう一回。もう一回。あー、難しいな。まあ、一匹だけだったら追わせてっていうのもできるけど。で、ここには一体だけか。オッケー。よし。ハロー。ハロー。オッケー。よし、オッケー。行こう。これちゃんとコロコロしてくれんの？カモン。え？カモン。ああ。え、待ってよ。なんでコロコロできないの？ね、エイブ君が特別なのかな。待ってて、オッケー。え、でもこれ、この動きができないってさ、窓観族として致命的なんだけど。エイブ君はやっぱエリートなのかな。カモンカモン、ハローハロー、カモン、オッケー。ちょっとよくわかんないな。
まあいいや、あまり深く考えないやめよう。とにかく仲間の窓観測は何もできないと、そういうことにしておけばいいや。でまあ案内板見たところでなんだよな、これ一応見る？ここにはここは今2人いるのか。そうだね、帰りになんか敵がね復活してるとかありそうだからすげえ嫌ですね。とりあえず降りよっか。ボム2つあるからいらねえだろ別にボム。ねえこれでいいじゃん。でドア開けて、これはひどい。でもだからといって上から飛んでくるわけではないんだよね。でこれに何の意味があるんだ。もうだってここの部屋にいれば一網打尽なんだよな。爆弾の意味は何なんだ。タイムアタック用かな。で、あ、はい。はい、ありがとうございます。よし、いい方だね。これはね、これやれで誰に行くかなんだよね。試してみねえと分かんねえな。試さないと分かんない。なんかね、窓観測をやっちゃいそうなね感じするんだよな。これまだちょっと迷うな。迷うけど気にせず行きましょう。よい、とりあえず一匹始末して乗り移って、まず一匹倒す。そうするとたくさん出てくる。で俺の方が、俺の方が早いと思ったけど肉壁の方が強かったので仕方がないと、まあ、仕方がないので一匹乗り移ると、まあ、何の問題もないですね。でこいつを乗り移って、これはどういう感じなんですかね。完全に脳を支配してるのかな。エイブは動けなくなってるから脳に直接語りかけてるのかな。でこれ、あーまあとりあえずやれ。あ、目標がないと。よし OK、 じゃあ入ったら速攻でやれね。ほいやれ。あだですよね、そんな気がしたんだ。ということはだよ、どういうことなんだ。ここの時点で彼には怒られないんですよ、なぜか。まあ、なぜかはわからないけど、ちょっとこのまま試してみようか。さっきのアラートを鳴らしたことで神経が過敏になっている可能性があるので、ここで行けば、あダメだな。何をしても一番奥のスリップは撃ってくると。となると俺ができるのはスリックで危ないして窓感をしゃがませて、
で、こっちが早く撃つぐらいかな。で、でなんだよね。とりあえず、この犬は、一回始末する。で、危ない。止まれ。止まれじゃないな。はい、やれ。はい。危ないわけだ。危ない。これか。危ない。危ない連射。これで、どうかな。危ない。よし。完璧だ。多分完璧だ。ちょっと待ってね。これさ、鳩はどこにいるの？先、あれ？これまだ先あったかな？迂闊だったか？あ、あそこにいたか。よかった。OK。ちなみに奥は何もないと。うん、何もないね。 OK。 残り35人、いいですね。セクションのこの3で30、あとは20台までは持ってこれるのか。時間はどれだけかかるか分かんないけど、ここな、気をつけようがないんだよな。なんか復活とかね、してそうです。すごい嫌なんだけど。そういうことはないらしい。ああ、セーブポイント、ありがとうございます。何分？さっきのやつが何分？ 15 分。あ、で、今が13分。あ、こんなもんかな、そしたら。次回は、じゃあ上のところを狙っていきましょう。